アクチソン、ゴブ、ゴール前の選手がボールに触れたところでオフサイドの判定です。足が止まっていたところにボールが来てしまったようですね。もう少し後ろにいたらチャンスになっていたかもしれません。ここでインターセプト。アーリン・ブラウト・ハーランド。アディショナルタイムに1分加算されましたね。ドリブルで侵入していきます。カイル・ウォーカー、エッシェン、追いつきたい。前半はここまでですね。ハーフタイムです。